花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾芳郎です。ちょっと笑いが漏れましたかね一週間ご無沙汰しております金尾芳郎の音楽魂。今日も楽しくやっていきたいと思いますけども、雨が止んでね、いい感じのだんだんね、なりましたけど、もう夏もそろそろね、終わりに近づいているんじゃなかろうかというね、気候になってまいりました。おなじみ、高橋誠さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お前からですね、お元気そうで、はい、元気だよねえ、いい感じですけどもね。今日はね、今日もまたね、来てくれました。ひでちゃん、どうも。はい、どうも。いや、毎週来ますって。お前、毎週来るの？ダメですか？邪魔なら来ませんけど。いや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 、ね、ありがたいですけどもね。はい、お願いします。松下俊美さんでございます。はい、こんにちは。よろしくお願いします。いかがでしょうか、今日は。体調は、体調は大丈夫ですよ、うん、元気です、はい、元気ですか、はいはい、よかったね、ね、よかったね。もうのんびり行きましょうね、なんか ね、いつもね、なんかもう慌ただしすぎるんだよね、俺本当バケツのカニって言われるんだよね。バケツのカニ、いや、バケツの中にカニ入れてたらガサガサガサするじゃん。俺小さい頃からね、バケツのカニって言われてたの。もういい例えでしょ。いい例えだね。え、バケツのカニの金尾芳郎ね。ハリネズミとかも言われますけども、すぐ怒るから。すぐ怒る。そうそうそう。今日はね、急遽っていうか、お客様、ラスベガスからね、お見えになってますけども、早速ね、ちょっとこの中ご紹介しましょう。ね、デビッドさん、デビッド・マイケルさん、こんにちは、どうも。こんにちは。お、日本語喋る。ねえ、long time no see! Yeah! Are you fine? Yeah? 美穂さんですけどもね、ご夫婦でね、どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。だ僕のね、それこそ横浜の頃からのね、お友達なんですけども、今ラスベガスに住まわれててね、で、デビッドは、もともとパイロット、飛行機に乗ったりということでしたけども、なんか音楽がすごく詳しくて、僕の声質、がね、を初めて気に入っていただいたアメリカの方、アメリカで、そう、それでデビッド自身もなんかもともと何、オルケスタ・デラルース、デルソールの、うん、そう、なんかね、そういう、まあちょっと作詞みたいな、こともなさってて、で僕のね、声質に似た人をね、一回ね、CD にね、何枚もね、一曲ずつ、要するにピックアップしていただいてるんですよ。いろんな人の声が入ってんだけど、全部これは芳郎の声だっていう。へえ。だからちょっとほら、オラブ声とささやく声がちょっと、この曲はそっくりだっていうね。だからかなりオタッキーだよね。いや本当にね。日本語だからね。だからそれで実はその僕の歌の風の中で立てっていうね、歌をちょっと前にね、キングクリムゾンっていうバンドが、いるんですけども、はい、キングクリムゾンのね、バイオリニストの、方がね、ちょっと興味、を持たれて、っていう話の時にね、実は風の中で盾を、ね、英語にね、訳していただいたのよ。それでちょっとその話はね、まだもうちょっといろいろなことがあるんですけど、その時にね、英語に、した英訳してもらってんのよ。今度英語で歌おうかね。今日？いいじゃないやった、今日歌う？今日は歌えないよ。でも英語バージョンもいいかもね。英語バージョンいいんじゃない？ね。また、はい。お楽しみいただきたいと思います。はい。あ、ちょっとどうぞ。こっち前。
本当に歌が本当に大好きで、うん、で、久しぶりにこの歌詞っていうものをこうかなおさんの歌によって本当にじっくり聞くっていうのを昔思い出したって言って、うん、もう小田木が大好きなかなおさんです素晴らしい。本当にね、いろんな歌をね、もうちょっと昔から聴いていただいてて、かなり僕の、ね、曲なんかも知ってもらっててね、すごいかなりのファンですね。じゃあね、いや、そういうね、本当ありがたいですけどね、まあ大体男の人が多いですけど。ということで何かやりますか。いい ね, ね, ねリクエストにねお答えできなかった曲の中にですね、はい、筑豊ブルースっていう曲がありますけども、はい、それをね今日は一発目に、須賀川のね、ソソさんとかね、のリクエストだったと思います、それをね、いきますか。はい、よろしゅうございましょうか。はい、朝のない夜はない、叶わない夢はない、いつもそう信じて生きてきた。絶望のどん底からいつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた。街はいつものように始まり、人は今日も自分待つを迎える、約束はまだ果たせぬままさ、闇に煙る二人の余白は近い。人たちも手を握る光るさ、いつもそう信じてここまで来た。悲しみの後に来る喜びを手に入れる、いつもそう信じてここまで来た。
はい、ということでね、筑豊ブルース、やってしまいましたけどもね。いやー、元気ちゃいましたね。もう一発だからもう弦が先週俺切ったけどね。あ、本当だ。一曲目なんかありますか。弦が切れたんですが、どうしようか。まあ2本まではいいよね。日本までも日本までは大丈夫。大丈夫。会計持ってきてないし。持ってないの。三弦だからね。素晴らしい。厳しいもんがありますけど。いや、でも三弦切ります。すごい。はい、ということでですね、今日お便りは、はい、松下さんの方からじゃあ、はい、ご紹介していただきましょう。カナオさん、マクトさん、としみさん、スタッフの皆様、はい、キキさん、こんにちは。こんにちは。8月も終わり、早9月。日増しに寒さが増してきますね。今年もゲリラ豪雨、雷雨など、自然災害は大丈夫でしたか？本日はたっぷりと楽しいお話と歌声が聞けますね。今後のライブ情報も忘れずにお願いいたします。はい、リクエストはあれもこれも選べず、お任せいたします。よろしくお願いします。これからも音楽魂に励まされ頑張っていきます。清水佳代子さん。あ、清水佳代子さんね。ありがとうございます。清水さんといえばですね、ちょっと大変な事故に遭われてね。うん、ライブ情報言っときますか、忘れないうちに。ね、明日。明日明日ハイダウェイですね。南林間ハイダウェイ、はい、うん、それから8日、長者町フライデー、はい、そうです ね、南林間ハイダウェイっていうのはですね、まあ、明日はね、明日はちょっと明太リズム隊、明太ロック、明太ロック、うん、まあ、シーナ&ロケットとかね、あと、やってました、シーナ&ロケットの ARB のね、浅田武志くんがベースですね。ドラマはもっとロッカーでやってた宮本修ちゃん、このロックンロールでもないですけど僕はね。でもまあそんなにジャンルはね関係なくね、まあ2人ともなんかいろんなことを経験して今があるっていうことはありますからですね、まあそういう出会いがまたできました。これが南林間ハイダウェイ、これはね7時スタート、うん、7時スタートですけどもね、7時だ、取れないね、7時、うん、遠いからね、うん、遠いからちょっと早めにやって、帰りがね、なんていうこと言ってんだ、ということですけどね、早く始まって早く終わろう、楽しみですよ ね、で、まあ高橋真子さんもちろんね、はい、エレキでブンブン、はい、やっていただきますが、はい、明太ロックにね、いやいや変態ギターが入っていいね、うまいですね、真子さんもね最近ね、うん、最近ね、うん、ね、最近職質もされるし、職質、ああ、ね、ね、いろいろありましたね、何もしてないのに、あんまり深くね、これ放送に僕言えないことがいっぱいあるんで。ですね、そうそうそう、まあ、お互いにね、ちょっとお互いにねありますんでね、その辺は避けた方がいいと思います。でもなんかやっぱりもうちょっとなんか大事なことがね、うん、あるかもしれないし、まあ今ちょっと嘘の世の中になったかもしれないですね、うん、ちょこちょこ、どうなんですかね、うん、まあね、ひでちゃんは食事されないの、その顔で。なんかひげがほらなんかあカールのおじさんに似てない、そのひげ。あ、結構よく言われるんですよ。これ麦わら帽子かぶったらすぐそのまんまですよ、ね、ね、カールのおじさん、カールのおじさんかと思ったよ、ひでちゃん。カールのおじさん、ね、あんまりやると宣伝みたいになっちゃうんでね、カールのね。あ、そうか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 ね、なりますか、関東圏はもう売れなくなりますからね、今関西だけしか売ってないですよね。そうなの、そうです、そうです、どうして、どうして、なんか人気がないのか、え、本当に、うん、あ、そうなの、うん、先日もう販売しませんってことで、え、詳しいね、最後すごい人気になってましたよ、うん、あ、それ、ひでちゃんの名前アーミンひでっていう、まあ、愛称でね、うん、はいはい、ずっと長いことときめきジュークボックスからね、いろいろ僕やってきましたけども、はい、もともと自衛官だったからアーミンひでっていうの、そうです、そうです、うん、あ、そうだよね、はい、自衛隊の楽団にいたの、あれ優秀な人しか入れないんだよ。そうですね、もともとそうです、そうなんだ、自衛隊音楽隊いました、そうなんだ、なかなかできないらしい、リバプなかったのに、そこでクラリネットとかサックスとか吹いてました、本当、はい、できるの、できる、今吹けって言われるとちょっと厳しいですけど、本当優秀ね、優秀な人ばっかりのね、音楽魂ね、うん、今カールのおじさんだったら、はい、カールのおじさんです、その辺の飲んだくれのジジイでございます。本当に、ね、ねえ、どうして辞めちゃったの、音楽生、いや、音楽生、
本当のこと言うと、うん、あの PKO 法案っていうのが僕がの時に初めてできて、でカンジボジアに行きたくなかったっていうのが本当の理由ですか、ね、そうなんだ、なるほど ね、 そうなんあるよね、やっぱりあの中で働いてる人たちの気持ち、うん、意見とかもそういうのもあるかもね、今マスコミとかね、いろんな部分でなんか言われてることと、うん、やっぱり実際のことっていうのは結構あの違う部分もあるよね。そうですね、だ僕なんか入る前っていうのはまだ PKO っていうそのもの自体がなかったので、今の人たちっていうのはもう入ってこられた状態からもう PKO 法案で、ね、法っていうのがある状態で自衛官になってこられるんで、そういうのは全然あの違和感はないと思うんですが、僕は入ってからその法案ができて、それから行くっていう形になったので、ちょっとね違和感があったかなっていうのそれありますよね、それは全然大きな問題よね、真面目な話になっちゃった、いやいやいや真面目な、だって真面目な放送ですね、真面目な番組、まあ、こんだけ真面目な番組はないよ、絶対もうここだけの話すると放送でもうガンガン言っちゃったからね、そうここだけの話ですけど本当は、でも人はいろいろねありますよね、そういう知られざることがですね、でも今災害とかあってもね、結構あの自衛官の方みんな頑張ってられるんで、そうだよね、そういう点ではね、まあ、僕も元自衛官としてそういう人たちにもうエールを送りたいって感じですけども、だからあの本当災害時はね、もうやっぱり一番なんかそうですね、大変なね、はい、ね、まあ、そのために訓練してますからね。そうだよね。それが仕事ですから。はい、どういう訓練するの？まあいろいろ。まあいろいろですね。まあ本当にまあ普通の、まあ、実弾の射撃練習とかそういうところから始まって、で、まあ、まあ、訓練というか、まあそういう、なんていうんですか、災害的な訓練っていうのは最近はちょっとやってるみたいですけど、本当になんかなんかこう、攻め込まれた時の防御体制とか、そういう、もう主ですね、やっぱ防衛が手段なんで、そうだよね、はい、その防衛のに対しての、まあ、そういう、まあ、練習っていうんですかね、まあ、実際にこう使えないと意味がないんで、はい、戦車でも何でも、もう毎日訓練なんですね、そうですね、なるほどね、はい、まあ、まあ、いろんな問題はねありましょうがですね、はい、だからそれぞれあのその中でやっぱり長くどれぐらいいたの？約3年ぐらいですかね。あ、そうなんだ、はい、ここ卒業してすぐ行きましたけど。あ、本当？はい、でやっぱりいろんなことがあって音楽やっぱり続けたいっていうのがあって。そうですね、だって音楽やるために行ったんで、そうだよね、そうなんですよ、自衛隊の音楽ってなんか式典とかああいうところに出てくる、はいはいはい、ああいうのが主のもありますし、あとは、その地域とかに、なんていうんですか、お祭りで呼ばれたりとか、そういう広報活動みたいのがあって、でそういうので、まあ、行かさせていただいたりとか、そういうことが多かったですね。で、僕がいたのがちょっと新潟の方だったんで、その、なんていうんですかね、向こうには、その、正式な音楽隊っていうのが少ないんですね。だから、そういうので、いろいろ声をかけてもらったりとか、だから近くに隊がなければ新潟だけじゃなくても例えば富山の方行ったりとか群馬の方行ったりとか近場で結構いろいろいろんなイベントに出させていただきましたね。なるほどね、はい、そういうのも必要だよね。そうそうそう、そういうことだよね、高橋誠さん、はい、なんかあのなんだ やりましょうか歌を急に来ましたね、ちょっと弦がね限界でございます。いや、持ってきてない。そうですか。何やりましょう。でさっきちょっとね、ちらっと練習しましたけど、これやりますか。あ、それ。誰でも一度は持っていたはずさ、もしかしたら今でもまだ持っているだろう。誇りをかぶって
錆びついていても磨きゃそれこそ美しく光り出す It's not a spotlight It's not the camera light It's not the street light もっときらめく光様 It ain't a moonlight Let it throw the sunlight どこかに落としてきたあのときめく光を自分を騙して今日まで来たけど本当は俺は何をやりたかったんだろうかおいらのなくした光ってやつは76年に1回のあの晴れ水星会It's not a spotlight It's not the camera light It's not a street light もっときらめく光様 It ain't a moonlight Not even the sunlight どこかに落としてきたあのときめく光をない早すぎるよりもなくしちまった光はこの手に取り戻せだから俺はもう一度探しに出るぜ下り顔の大人になってはいるけれど It's not a spotlight It's not the camera lightIt's not the street light もっときらめく光様 It ain't the moonlight Not even the sunlight どこかに落としてきたあのときめく光を It's not a spotlight It's not the camera lightThe street light もっときらめく光様 And the moonlight Not even the sunlight どこかに落としてきたあのときめく光はね、またウィスパーボイスの高橋真琴さんこれで女心をくすぐるんだよねはい、うん、はいって言うからね It's not a spotlight、はいねこれは迫田大輔さんの歌詞ですね、うん、訳詞をして訳詞を ね, あの で, ねして、でもなんか真琴ちゃんがねあの割とその英語の歌を日本語で歌う曲何曲あるじゃないですか。そうですね。僕はねなんか好きなんだよね。ありがとうございます。うん、なんかなんていうかな、まあもちろんオリジナルとかもね あるんだけど、ね、英語の歌もあるんだけども、なんかねすごい個性的なんだよね。うん、ものすごく個性を感じるっていうか、
っぱなんかその人の声っていうか、それぞれの人の声、声質っていうのはあるじゃないですか。ですね。でもそれはあるんだけど、なんかこうね、特別にね、僕はそういうふうに思うんでございますが。好きなんじゃない。愛してる。愛してる。本当は好きなんじゃない。そうじゃ、そう愛ってやつですね。真逆と言いながら。最近その世界にね、僕も走り込もうかなと思って。危ねえ。やっぱね、そっちですよ、そっちですよ、やっぱり。あ、お腹参り。これからはね、そっちですよ。そっちですね、裏切らないですからね。裏切らません。うん、何の話をしてるか分かんない。そういうので盛り上がってもしょうがない、ね。お昼の番組なのにね。いや、想像力豊かな人は大変かもしれないですけどね。まあ、はい、でもなんていうかな、こうやって歌ったりして、こういうラジオに出会ってね、はい、もう今9年目になりましたけどもですね、うん、こういうこういい加減なね、言葉が言いながら適当に台本もなくね、進めていくっていうことなんですけども、実はね、最初はね、Qシートを出さなきゃいけないんだけども、それもちょっとね、今後出し Q シートにさせていただいてますけども、後出しじゃんけんみたいなもんですね。うん、っていうかリクエストが来るから先に曲決められないっていうのがまず あるのと、うん、ちょっとめんどくさいね。そのわがままもね、聞いていただきましてですね、なりますけども、まあ来年10年目になりますよね。すごいですね、節目ですね。なんかやんないと。なんかやんないと。ねえ、10周年。10周年。10周年。やりたいですよね。まず T シャツ作るとか。まあ T シャツはないしもね。誰も作ってるから。まああれですけど、ふんどしかなんか作りますか。あ、ふんどしじゃん。マコさんふんどし派だから。名前前に名前が出るようにね。まあね。ちらっと。前に金玉。金玉ちょうどいいね。ちょうどいいね。それちじゃん。ふんどしでしょ。いいかも。なんていうね。金玉ふんどしいいな。いいね。女性用もね。それ作ろう。女性も結構人気あるよね、ふんどし。じゃあそのキキさんあたりいかがでしょうか、ふんどし。嫌だ。すごい楽なんだけどな。ね。うん。私も持ってるよ。おしゃれ。うん、そう。本当おしゃれなやつ。そうなの？いいじゃん。ね。じゃあ今度してきて。してきてんだけどね。見せらんなるわ。残念。残念ですけどもですね。じゃあその私が歌ってみますか、今日は久しぶりに。あ、来た。なんかね、さっき。ミキさんからね、あ、今来ましたか、はい、はい、これ生放送のいいところですね。いいですか、もうこれやってるうちに来るんですか。金尾さん、誠さん、としみさん、山田ディレクター、キキさん、こんにちは、はい、先週の放送も田崎さんの朗読と、うん、誠さんのコラボとか最高でしたね。 ありがとうございます、9月に入り、うん、過ごしやすくなってきましたね、はい、ただ小笠原地方に停滞している台風の様子も気になるし、うん、この間は埼玉でも水害があったし、うん、これ以上の被害が増えないことを祈るばかりです、うん、災害といえば私事で恐縮ですが、うん、オイラも今週は2日間にわたって九州北部豪雨の災害、うん、復興チャリティーのイベントに参加してきました。あ、なんかね、見たこれは あの方とかやってるやつでしょ、日田の、違うのかな。あ、日田の工事大地くんはまあ別なんだと思うんですけども、ね、まあいろんなね、いろんなところでチャリティーをやってますね。災害っていうか北九州の方もね、いろいろありましたね、うん、こういう絶対的に良い行いはお客さんも含めて全員が素直に同じ方向を向いて取り組めることで、うん、取り組めることで充実感が湧きましたね、はい、おまけに合計13組の地元ミュージシャンとも交流ができて、カナオさんの昭和時代のお仲間とも知り合えて、うん、個人的にも嬉しい出会いがありました、うん、さあ、カナオさんを迎える準備も着々と進めていきますよ。ね、ということでね、出ましたね。早速ね、こんなところに、ね、チラシがポスターがあるけど、これね、10月だ。15日。これはね、博多。この時にね、もともとこれはね、博多の15日博多の B1 ですね。ドラム B1 というところで。まあ、大きな会場なんですけども、そこでやらせていただきます。これ、地元のバンド、ね、の方の協力を得てですね、やらせていただきます。これ、10月15日、イクマライダー。もう、これはもう渋いね、会長のバンド。ガン近藤さんっていうね、この番組にもね、ご紹介したいっていうふうにね、思ってたのね。で、今回、
ちょっとご協力いただこうっていうね、これ、うん、この人すごいでしょ、かっこいい、ね、これ R&B とかね、あの歌うで、あの向こうでね、あの農業をやってる傍らの、うん、あのいや歌ってる方ですよ、うん、素晴らしい人ですね、この人で、まあバッドスタッフ、これは昔の僕の友達のバンド、ハードロックバンドね、ギター今司法書士、うん、それぞれ中野茂樹くんとかね、あのハープね、でギター川田くんとか、あの梅ちゃんとかね、で僕のデビュー当時のね、あの、メンバーのドラムの人も一緒にね今回やらせていただきます。でね、あのいろいろね、あの里見さんっていうあのボーカルの方とかもねいらして、あとバンドの方もね、あのご協力いただき、またあの詳しくね、あの後日 うん、ご紹介いたしましょう、はいはい、これ楽しみですね。リクエストはなしです。気の向くまま金玉らしく楽しんでください ね、 あ、はい、あのね、リクエストなしですってね絶対やんないからね、もう諦めたねこういうパターンもありますけどね、うん、そう、うん、PS ね、明日の、はい、博多祭り、博多祭りっていうのは、うん、ハイダウェイのことだと思いますけど、来週の塚さんの桜田のお二方とのライブも、うん、実はオイラの誕生日ですって、あ、そうなんだ、楽しんでくださいね、9月8日、はいはいはい、9月8日はこれはあの誕生日なんだね、ミキさんありがとうございます、あそこですね、フライデーね、フライデ ーで、塚さ、うん、あのブルースハープの塚さくんと、うんうん、桜田さんギターね、塚さんと桜田でね、ブルージーな感じでやりたいと思います。今度は本当のフライデーなんだよね、8日、そうそう、本当にそうだね、横浜フライデーですね、やりますけどね、お楽しみいただきたいと思いますでね、いろんなねご紹介したいし、まこちゃんのスケジュールとかってちょこちょこっとありますか、ちょこちょこっとありますか、あ、うん、今日がもうあれ、今日がもうキットボックスで亀有で、今日はソロをやりますね、で、はいはい、明日がハイダウェイ一緒で、はい、3日もね忘れちゃった毎日がねライブですからね、阿佐ヶ谷じゃないの、阿佐ヶ谷オイルシティでソロやりますね、うん、はい、もう毎日のように9月も、ね、そうですよね、まこさんのホームページとか、ねね、それ見ていただけると嬉しいです、もう、あ、はすみさんとどっかでやるんじゃない、はすみさんとはね、これあ、でもソルドアウト、ね、9日、ただもうこれはソルドアウトです、うん、素晴らしい、いい ねやっぱり王子の影響、王子素晴らしい ね素晴らしい ねだからどうしてもって方はお店に連絡していただけると、うん、ひょっとして立ち見とかになる、うん、できるかも、出ました、はい、それライブハウス、うん、ほうほうほう、みたいですよ、あ、本当ですか、俺も初めて行くんですけど、あ、なるほどね、うん、あの9月9日土曜日ってことね、うん、はい、ポトスっていうところですね、宿河原、宿河原、宿河原って近いでしょ、こっからね、近いですね、うん、で、まこちゃんと僕ジョンジョンがあったね、そういえばあるよ、9月19日、9日ね、うん、火曜日、これジョンジョン、またやりますけどもね、はい、その前の日が俺、えスモーキースモーキーだ、横浜、うん、あ、そうなんだ、うん、そこで俺またソロやる、本当、だから18日は横浜に泊まろうかな、いいねで福岡とかもね、あの今回ちょっと行って、あの僕やっぱり福岡とすごい縁がね遠ざかってたんで、うん、今回ね行かせていただいて、ね、いろんなご縁を作ってね、またあのみんなを連れて行きたいなとか思ってるんだけどね、うん、ぜひね行きたいね、はい、あの行こうよ、うん、でちょっといろんな段取りしてくるね、段取り何にもできなかったです、段取りができなかったです、ね、川沿いのなんかね、何川沿いに何かある、なんかいろいろあるじゃないですか、博多川沿いの ね、うん、あるんですよ、もうやりたい劇場とかもあるの、あ、そうなんだ、うん、芝居小屋で中洲、あ、うん、あの博多 ね、うん、博多の、うんうん、お店もたくさんあるしね、うん、最近も新しい、だから最近の、ね、方たちあんまり存じ上げないんでね、そういう方たちともいろいろあったりして、うんうんね、またこのラジオにもご紹介したりしてね、うん、あのしたいと思いますけど、また広がっていくと思うね、はい、博多のもんはやめんからね、そうですよね、音楽やめないから一回始めたらすごいね、普通やめるじゃない、ね、生活とか要するに子供ができるとかさいや根性が違いますよ、うん、本当ずっとやめないからね、うん、だって世界デビューするんでしょ、世界デビュー小坂やつもいるしね目指すの、あの目指すは目指すは自由だから、ね、そうそうそう、目指すのは自由です、ね、いや、そういうのはいいと思うよ、いいと思うね、うん、
元気な。じゃあ松下さん行きますか。美空ひばりさんにねやっぱりしばらくついてスタッフとして1年ぐらい、はい、あ1年何年かね長い間やってきたということで、今日ひばりさんの歌をねこの間もねなんかリクエストありました。ミキさんね。ミキさんで、ね、俺弦がねちょっとダメかもしれないけど、まあいいかこれで。弦があんまりないですけど、行きますか。適当。松下としみさんが歌いました。
愛さんさん、愛さんさん、愛さんとっていうの、愛さんさんだっけ、愛さんさんとじゃなくて愛さんさん、はい、小倉圭さんの作詞作曲、小倉圭さんっていうのはあの素晴らしい、もう優しい歌が、ね、多いですよね。まあ、あの僕のおそらく学生時代の頃からね、あの歌っておられたと思うんですけど、銀行の方ですよね。そう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 、それでもう今でもね、はい、あのやられてると思うんですけども、素晴らしいですね、うん、歌のこうセンスというか優しい歌が多いですよ ね、うん、ね、あそういう歌を作ってみたいものだ。すいません激しい歌も歌おらびまくる歌ドラフマルさんのねアルバムで小倉圭さんが作詞作曲したアルバムがあるの、全部全曲全曲、まあ、そうなんだ。それがすごく素晴らしいので、それはねあのぜひ聴いていただきたい。全然だから演歌とかじゃなくて、なんだろう、うん、あのご当地ソングもあればこういう感じもあるし、すごいいいアルバムでしょ。まあそれなりのその松下さんなりの経験したことでね、いろんな思い出がひばりさんに対してはあると思うんですけどもですね、これひばりさんの事務所って知らなくてあのそこに入ったらしいな。そうそうそう、入った時はね、ね、はい、やめようと思ったいやいやいや全然とんでもないです。いやいやでも辛かったでしょ結構。いやだって前聞いたじゃないあの、うん、武道館のライブコンサートをやるとチケット手作りだからナンバリング一回1枚ずつあそれで東西南北でしょ、だから東のゴム院西のゴム院東西、すごかった。徹夜で作ったらしいよ1万そう3日間ね3日間女の子と男4人ぐらいでそのために募集したんじゃないかなって最初それだからそのチケットをね手作りチケットを3日もかけて武道館のチケットを作ったっていうね。その後も大変なんですこれまた、税務署行って検印をしなきゃいけないです。1枚ずつ5000円、その後ねそう5000円だからねチケットがね。あそう、そんな話してたらねすごいかかる、うん、2、3時間いろいろ面白いことあっただろうね。ありましたありました今では考えられないね、ランバリングするなんて ね、まあ、ね今全部コンピューターでしょ、うんうん、それ手作りでやってたっていうことがやっぱり一番、ひょっとしたら物がねあのなくて不便だったりとかする時の思い出の方が後に残るよね。そうですね、そうだからチケットも昔ありましたよね、うん、チケットって写真入りの今はないでしょあまりコンサートのチケットとか。ああそうですね、写真であったよね、はいはいはい、だからそれを捨てないで、撮っておくみたいなね、今はないでしょ。今はないよね、そうですね、昔のチケットとかあったから撮ってありましたよ。そうでしょ、はい、チケットとかね、うん、そうかもしれない、うん、まあ、ね、そのレコードでもね、昔はアナログ版でもねレコードジャケットでやっぱり、うん、あの選んだりとか買ってたけど、ジャケ買いそう、あの今ちっちゃいからね、CD がね、でまして俺こうほら老眼老眼老眼が入ってるから老眼老眼老眼いやいやいや何これ入ってるから盛り上がるそうだ、じゃあ10周年はさ、うん、コンサートにしてチケットを作るとか昔に戻って、うん、あそういうのもいいね、うん、そういうのもいいのかもしれない。1枚ずつ作りますかみんなで俺が作るよみんなねそういうの面白いかもしれない。そういう面白いかもしれないですね、うん、今日リクエスト他に、あリクエスト ありましたね、お便り来てますね、9月です、金尾志郎さん、投げ銭 FM オン中ということでね、はい、投げ銭といえばチャーリー佐藤さんですね、9月です、皆様こんにちは、こんにちは、普通のリスナー佐藤ですという普通のリスナー佐藤ですってね全然違うと思うんだけどね、普通になったんだ。武蔵小杉は午後から雨とのことで負けず熱くお願いいたしますということで、本日は久しぶり北飛行という私の歌ですね、お願いしたいと思います。誠さんの爽やかなギターと松下さんの爽やかな女優さんのような笑顔、そしてカナオさんの熱苦しいおらび声でよろしくお願いします。悪かったね、北飛行という曲がありますかね、いきますか、うん、いきますか、なんだっけですね、これマイクのセッティングとかありがとうございます、はい、これもうすぐ弦が4本しか
弦があるよ。弦がね、ベースになっちゃう。ベース、いきますか。マジで。これはね、普通のリスナーのチャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしましてですね、北彦、もう言った通り4本になりました、ね、もうね、そんなこと言う、あのね、やっぱりね、悪いことを思ったり、はい、口
口に出したりするもんじゃない。そうそうですね。それはね、必ず実現しますから。実現しますから。はい、ね。実現実行。違う意味で。もうまあいいことだけ言って。あ、今日はいかがでしたでしょうか。ちょっとあの椅子のままちょっと前に来て。うん。英語でいい英語でいい。英語で大丈夫。デビッドマイケル。さっきから、うん、あのもし時間があるんだったら、うん、ネバーギブアップもすごく一番励まされてるので、ネバーギブアップ、あ、あ、ユー、もしかなんて言ってたんで、いや、じゃあちょっとでもやりましょうか。あの触りだけ、もう全然これ一回チューニングが切れたら弦が、あ、弦が切れたらチューニング全然狂うね。いや、それ狂います。そんなもんか。じゃあ、まこちゃん、ちょっと厳しいな。弦がこうになっちゃって、まこちゃんのギターでいいですか。こんな感じ。もうちょっとゆっくりで。悲しい気持ちで Woman、
る思い出が流れる春に罠の花が当たりを埋め尽くす優しい あの人は今はない人の心が好きさ不屈の山に見る「季節は」